ペンドリーのチェコ鉄道のインターシティチェックモトライズドリージョナルユニットレギオノーバチェコ鉄道株式会社はチェコの国有企業2003年にチェコ鉄道公団から政府100%出資の株式会社に転換し鉄道輸送路線管理公団所有管理の国鉄線における列車運行認可事業者として列車運行事業を承継2007年に 貨物列車運行事業を同社参加の子会社、D カーゴ株式会社へ分割上とし、現在は国鉄線における旅客列車運行事業及びその関連事業のみを行っている。チェコ共和国の鉄道路線ズブルノのペンドリーのかつては列車1往復ごとに異なる愛称名が付けられており、多種多様であったが、2018年度より、 運転系統ごとの相性統合が始まり、2019年度は大部分の列車が運転系統単位で相性名が付けられている。太字は1から4時間間隔で1日複数回運行される列車を示している。ありがとうございます。